重荷を軽くする皆、イエスはキリスト。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の吹雪を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の吹雪は負いやすく、私の荷は軽いからです。マタイによる福音書11章28節から30節。今日イエス様はレメラントたちが負っている重荷を私のところに持ってきなさいと言いました。なぜなら悪魔に与えられた全ての問題は絶対に僕たちの力では解決することができないからです。なので僕たちの根本問題と全ての問題を解決しようとキリストとして来られたイエス様が言いました。私はあなたたちの問題を解決する王の王、全知全能である神様だ。なのであなたたちが負っている全ての重荷を私に預けなさい。そうすればあなたたちの心は安らかになり、この地を財産として受けることになる。今日僕たちレメラントも悪魔によって苦しめられ、騙される全ての問題をイエス・キリストに預け、キリストの御名を喜びながら呼び、毎日神様の子供として起き上がり、新しい始まりを迎えなければなりません。イエスはキリスト、僕たちは神様の子供、全ての問題は終わり、悪魔は出て行け、聖霊十万、世界福音家、地の果てまで証人となりなさい。イスラエルの初めての王様サウロはペリシテのゴリアテ将軍を倒し、戦争に勝ったダビデをすごく憎みました。なぜでしょうか。戦争に勝って帰ってきたダビデとたくさんのイスラエルの軍人たちを迎えた女の人たちの歌声のせいでした。サウルは数千人を倒し、ダビデは数万人を倒した。女の人たちはこのように歌い、ダビデを褒めたたえました。その瞬間、サウル王の心に憎しみと嫉妬が生まれました。そしてとても怒り出し言いました。民たちはダビデは数万人を倒したと言い、僕には数千人を倒したと言っているから、このままだとダビデに国を奪われてしまう。その日からサウルは悪霊に苦しみ、一層ダビデを憎んでいました。ある日、レメラントであるダビデは毎晩悪霊に取り憑かれ、眠ることができなかったサウル王のためにハープを持ってきました。そしてサウル王の目を見ながら悪霊を追い出しました。今サウル王の魂の中でサウル王を苦しめる汚れた悪霊はイエス・キリストの御名によって出ていきなさい。このように命令すると悪霊が出ていきました。しかしそれからサウル王は霊的戦いをしなかったので完全に癒されることができず、悲惨な終わりを迎えてしまいました。サウル王のように悪霊が人の魂の中に入るといつも苦しめられながら生きていくしかありません。しかしダビデのようにキリストの霊が人の中にいると、イエスはキリスト、全ての問題を解決された方、このように宣布することができます。では僕たちの全ての問題はどこからやってくるのでしょうか。はじめに空と大地を作られた創造主神様が、神様が作られたこの大地を征服し治めるように、神様の形をかたどって僕たち人間を作りました。そして人の鼻に神様の息吹を吹きかけ、僕たち人間は神様と共に生きる霊的な存在になりました。神様はエデンの園に善悪の知識の木を作り言いました。善悪を知るようになるこの木の実は食べてはいけません。それを食べるとき必ずあなた方は死にます。神様は大地に審判を受けて追い出された空虚と暗闇、古い蛇、竜ともいうサタン、悪魔がいるので、僕たちの魂を安全に守り、それを覚えておくために善悪の知識の木を作りました。しかし残念なことに神様の心を痛める出来事が起こりました。創世記3章エデンの園で蛇の中に入り込んだサタンの嘘に騙され、神様の御言葉を破ってしまいました。結果人間は罪に陥り、サタンの奴隷として永遠な滅びを受けて生きていくしかなくなりました。これを人間の根本問題と言い、聖書では原罪と言っています。なのでアダムの子孫として生まれた全ての人間は知らないうちに原罪を持って生まれることになりました。そして霊的な身分が悪魔の子供となってしまいました。僕たちの全ての問題が創世記3章悪魔によってやってきただけではなく、悪なるサタンの霊が人の魂の中に入ってしまいました。そのせいで僕たちは呪いと災い、地獄、死、滅びであるサタンに勝つことができません。
なので創世記3章から始まった人間の根本問題と全ての問題を解決するために創世記3章15節女の子孫イエス・キリストが僕たちのためにこの地に来られました、そして十字架の死を通してサタンの頭を完全に踏み砕き全ての問題を解決されました。また僕たちがもう一度起き上がることができるように復活というプレゼントをくださり、誰でもキリストの御名を信じ受け入れると永遠な命を受けることができるようにしてくださいました。そしてキリストの霊、つまり聖霊に満たされた神様の子供は必ず悪魔の仕業を滅ぼした誠の王、全ての呪いと災いを解決した誠の祭司長、神様に会う道を開いてくださった誠の預言者キリストの三種の職分をもって、自分の体に罪の権威、死の権威、地獄の権威で苦しめられた三つの呪いを解決する霊的戦いをするんです。キリストの御名で自分の体を清める神様の力を使うたびに、少しずつ素敵な神様の子供に変わっていくことができます。今日サウル王は全ての問題を解決した創世記3章15節キリストの御名で答えを出すことができませんでした。それどころか自分の魂に入ってきた憎しみと嫉妬、偽りによって苦しみ孤独に死んでしまいました。なので僕たちレメナントは自分の中で自分を苦しめる偽り、イライラ、嫉妬、憎しみを創世記3章15節キリストの御名で追い出す霊的戦いの働きを味わい、勝利する証人にならなければいけません。そうすると天国でバプテスマ・ヨハネよりも大きなものになることができます。今週もイエス様に全ての重荷を預け、毎日イエスはキリスト、その皆をたくさん呼び、237カ国の全ての人にキリストの奥義を伝える霊的サミットになれるように、キリストの皆によって祝福いたします。全能なる神様、偽り者の父、悪魔から来た全ての問題を解決されたイエス・キリストに全ての重荷を預け、キリストの御名を呼び、起き上がり新しく始める神様の子供として祝福してくださり感謝いたします。毎日自分の体に偽り、イライラ、憎しみを与えてくるサタンの頭を創世記3章15節女の子孫イエス・キリストで踏み砕く霊的戦いの証拠を持って、全世界237カ国に福音を伝える霊的サミットになれるようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。